水俣市、水俣市は、熊本県の最南部に位置する市である。西は、知らぬ控えに面して、天草の島々を望み、もともと海の幸、山の幸に恵まれた、風光明媚な土地である。重く長い郊外の歴史を経て、2017年現在では、環境都市づくりを推進している。熊本県の最南部、熊本市から南西に約70キロメートルの場所に位置する。 南は、鹿児島県に接し、西は、白らぬ日海、八代海に面するリアス式海岸である。中心部は、JNC、窒素の子会社と、その関連工場などが多く立地し、工業都市のイメージがあるが、北、東、南の三方を山に囲まれ緑の多い土地である。人口は、水俣病発生後しばらくしてから、減少傾向が続いており、2000年代前半に3万人を、 割り込んでいる。水俣川支流の釘議の川、上流釘議の地区は97%が森に覆われた、水の美しい地域で、農林水産省の日本の棚田百選に選ばれた、寒川地区の棚田もある。また、大学山の商用樹林は、環境省の香り風景百選に選ばれており、明治時代より林業に力を入れ、杉、檜の,の植林を行っている。 1996年から市民参加により大学山の緑を倍増すべく水源の森において植樹、下刈りを行っている。水源の森はすべての市民参加で植えた森としては全国有数規模であり、水俣病患者、漁師、住民参加も得て知らぬ機会の再生の一端を担っている。詳しくは水俣病の記事を参照。1908年。 明治41年に日本窒素肥料株式会社、現在の窒素水俣工場が開設されて以来、水俣市は同社の企業城下町として発展してきた。しかし同社はメチル水銀を含んだ排液を海、水俣湾へ流した水俣病の原因企業であった。水俣病の公式発見は1956年昭和31年5月1日とされている。 水俣湾内の汚染魚介類の流出を防ぐために仕切り網が設置されていたが、1997年、平成9年には安全が確認されて全面撤去された。しかし、多くの犠牲者が出て死の海と呼ばれるようになり、水俣は世界的規模で負のイメージを帯びることになった。この水俣病は地域社会の人間関係にも大きな傷を残している。 水俣病などの苦難の歴史を乗り越えるべく、環境、健康、福祉を大切にする産業文化都市をキャッチフレーズとし、市民、企業、行政が高い意識を持ち世界のモデルとなることを目指して、環境デル都市づくりを進めている。2008年、平成20年7月に国が環境モデル都市と認定した全国6地方公共団体のうちの一つである。 1993年、平成5年から全国に先駆けてゴミの分別収集を行っており、現在の分別種類数は24種類と全国でも最も細かいレベルにある。このような共同作業は、希薄になりがちな近所付き合いの活性剤となり、水俣病によって崩壊したコミュニティの再生にもつながった。こうした取り組みと地域における、 環境関連産業の振興を有機的に結びつけたまちづくりを目指し、水俣エコタウンプランを策定2001年平成13年2月に経済産業省と環境省の承認を受けた。複数の環境 NGO で組織する環境首都コンテスト全国ネットワークが主催する日本の環境首都コンテストにおいて2004年平成16年度と2005年 平成17年度の2年連続で1位となり、その後の2009年、平成21年度と2010年、平成22年度と2011年、平成23年度にも1位になっている。もともと豊富な海の幸に恵まれた、知らぬ日海沿岸であるため漁業が盛んであったが、水俣病の発生により1958年以降、禁漁となり壊滅した。農業も、 風評被害に遭い、大打撃を受けたが、水俣病の経験を踏まえた環境を大切にする、地域一体となった町づくりのもと、農薬、化学肥料を使わない農業が広がり、その一環として、甘みがあって生でも食べられるサラダ玉ねぎのブランドを確立し、全国的にも高い評価を得ている。このサラダ玉ねぎは、読売テレビ、どっちの料理賞において、特選素として紹介。 同市内では、KKT、熊本県民テレビを通して放送されたされたが、その際に生産地の水俣市の名が隠され、放送局側の偏見が批判された。これに関しては、読売テレビに対し内容証明で抗議文が送られている。無農薬で作った茶や柑橘類の日本有数の産地でもある。これまでの取り組みにより水俣産の食材、食品の評価は、 高まりつある。長年近漁であった漁業も海の浄化が進んだことによって1997年に解禁されている。中でもタチウオは湯の湖温泉の名物料理としても知られ、太工房が多く訪れる。窒素水俣工場は現在でも事業を遺憾した子会社の JNC 水俣工場として創業しており、JNC の企業浄化町としての性格が強い。 JNC は世界でトップ3に入る液晶シェアを持っており、近年の液晶需要の増加から業績を回復させている。一方、120ヘクタールの水俣産業団地内にエコタウン事業等による環境関連産業の立地と既存企業の環境配慮型への転換を推進しており、すでに家電リサイクル施設、瓶のリユースリサイクル施設、 使用済みタイヤリサイクル施設、ハイプラスチック複合再生樹脂リサイクル施設など6、企業が立地し事業を開始している。このエコダウンへのリサイクル企業の進出については、市民が取り組んでいる高度なゴミ分別収集が、工場の立地を可能にしており、ペットボトルをはじめとするすべての資源物の品質レベルが高く、水俣ブランドと呼ばれ、全国的に注目されている。 また、進出企業については、ISO14001 の取得を要請するなど、厳しい環境を協定をしと結ぶこととしている。環境ビジネスなど、地場産業の育成と技術向上のための支援を図り、環境モデル都市の実現に寄与するために、地域企業と大学、公設試験研究機関等のネットワークを活かしながら、それを支援していくための交流拠点として、 1999年に水俣環境テクノセンターを設立している。このような水俣病の教訓を生かした水俣独自の持続可能な資源循環型社会の構築を目指した取り組みにより近年多くの人が視察、研修で水俣を訪れている。昔から知らぬ控えに面するレジャー志向の湯の高温泉、湯出川上流の湯治場、 湯の鶴温泉の二つの温泉が知られている。また、エコパーク、水俣原園が開園し、最大の観光地となっている。水俣病の歴史学習や、環境学習を目的とする修学旅行、視察旅行などもあり、エコパーク、水俣などに、国、県、市の学習拠点が整備されている。地魚料理はいりこ、タチウオのみりんぼし、ちりめんなどの海産物や、 サラダ玉ねぎ、水俣茶、新米、サム漬け、万感ンン、甘夏、デコポン、スイートスプリングなどが見られる。中心商店街は、水俣駅東側の国道3号線周辺を中心として広がる。各店舗は、水耕社本店、水俣社エムズシティ、旧水俣ことぶきや百貨店、鶴屋百貨店水俣店、小型店舗である。 郊外部には大規模商業施設はないものの、国道3号線沿いを中心に、郊外地域にかけてもロードサイド型店舗の進出が見られる。環境にこだわったものづくりに取り組む職人を認定する環境マイスター制度を1998年に全国で初めて設け、紙すき職人、お茶、みかん、野菜、米作りを行っている人など9名を認定。 現在は33名が環境マイスターとして認定されており、いずれも原料、生産、加工、販売、廃棄物のどの工程においても環境にこだわったものづくりを進めている。近年、市の小中学校再編成実施計画により一部学校の統廃合が実施された。2011年4月1日、常述計画による統廃合が実施された。 なお、廃校となった、水俣第三中学校及び湯で、中学校については、既存の水俣第一中学校、水俣第二中学校と共に校区が再編された。常述計画による統廃合は、2008年及び2009年4月に、それぞれ実施された。太字の学校は、標準服がある。市の中心となる駅、新水俣駅、水俣駅、 最寄りのインターチェンジは、本州、福岡、長崎、熊本方面からは、同インターチェンジであるが、大分、宮崎、鹿児島方面からは、九州自動車道の栗のインターチェンジとなる。また、南九州西回り自動車道の足北郡、足北町の足北インターチェンジから、鹿児島県泉市の泉インターチェンジまでの区間が、足北泉道路として、 事業中であり、水俣市内には今後、袋インターチェンジも設置される予定である。2000年5月23日、特定地域振興需要港湾に選定されている。1976年、県が水俣湾の水銀汚泥の処理を目的とした、水俣湾公害防止事業に着手し、1976年には、1航区約4.5ヘクタール。 1990年には2コ区約54ヘクタールの埋め立てがそれぞれ竣工した。また、これに先立つ1989年には水深7.5メートル及び10メートルの岩壁がそれぞれ一バース整備された。エコパーク、水俣原園、水俣市立図書館では、鹿児島県の県域市である南日本新聞が発行日より閲覧可能であったが、 現在は行われていない。熊本県の放送局においては NHK 第一、FM は水俣市、第二は菊池郡大津町、RKKFMK は天草市五所浦町から送信される電波を受信する。なお、放送対象地域外となる他県の放送も一部の聴取が可能であり、鹿児島、長崎、福岡の各県を放送対象地域とする。 ゲーム放送局が標榜するサービスエリアには地域も含まれている。熊本県の放送局においては、水俣中継局を中心に受信されている。市場デジタル放送は2007年10月に放送開始された。一部地域では、泉、アクネ中継局、長島方面にアンテナを向け鹿児島の放送を受信している世帯もある。 太字は個人、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。